場所に一気に移動できる便利な呪文だ。ルーラはガイドの通りにやれば使えるぞ。ほら、やってみろ。
よし、片付いたっと。面白い。
そこでまた喧嘩してるわ。道が分かれてるからどっちに進むかで揉めてるのよ。人ごとではないぞ。わしらもどっちに進むか決めんとな。どちらか一方に戦力の分散は敵の思うつぼ。それにもうまた長いやつ。早くどっちかに決めて追いかけましょう。いっちょやってやるでガシよ。
したことなかったな。村を襲ってた魔物は一通り片付けたはずよ。あとは強力な装置よ。うまく使えば有利に戦えるかもね。
なりますと。了解。着でガス。みんなで力を合わせたおかげでゲスよ。ええ、ほんとね。あ、お屋敷から誰か出てきたわよ。ん？おお、村長殿、無事であったか。これは、ディルク様。大層勇敢な援軍が現れたと思い、出てまいりましたが、まさかあなただったとは。我が村をお救いいただき、ありがとうございます。王でありながら前線で戦われるその尊き精神、必ずや精霊たちの祝福を受けましょうぞ。ぬはははは、そのような大層な言い方をされるとこそばよくて仕方がないわい。しかしディルク様がはるばるシーラまでいらしたということは、王都や他の町でも魔物たちに異変が起きているということですな。その通りよ。今や異変は各地に広がっておる。わしらは町を救いながらその原因を探っているところなのじゃ。ねえ、あなたたちってエルフよね。エルフは長生きで物知りだって言うじゃない。この世界の異変について何か知ってることはないのかしら。異変が始まった時から我々も懸命に過去の記録を調べているのですが、今回の一件と関係のある記録は。手がかりなしでガスか。やっぱりことはそう簡単に進まないみたいでゲスね。エルフの村長に
礼。この魔物がかぶっている冠が光の腕輪にとてもよく似ていましたので。光の腕輪？この世界を形作る大いなる力、光と闇の力を封じた一対の宝があります。そのうち光の力を封じたものが光の腕輪と呼ばれています。光は闇を照らし、悪しき者を清める力。それゆえに光の腕輪があれば魔物たちの暴走を止める手がかりとなるかもしれないと思ったのですが。じゃあホミロンの冠がその？いえ、どうやら勘違いだったようです。私の見た限りその冠からは何の力も感じません。よくできた偽物でしょう。偽物じゃないよ、大切な宝物なんだ。とにかくその光の腕輪というものがあれば世の異変を止められるかもしれないってことだな。じゃあ光の腕輪を見つけられれば異変の原因が何なのかも分かるかもしれないってことかな。ねえ、二人も私たちと一緒に行かない？目的も同じみたいだし、力を合わせましょうよ。それにホミロンも随分懐いちゃってるし。実はあっしもこいつとさよならするのは寂しいと思ってたとこなんでガス。それはよい。そなたたちもどうやらこの世界の謎を解きたがっておるようだからな。どうじゃ、一緒に来ぬか？そうね、それじゃあお言葉に甘えてご一緒させてもらうことにしようかしら。みんなよろしくね。はいはい、
お疲れ様でした。よし。そうね。はい。